おはようございます十一月五日木曜日の東京インフォメーションです東京都は東京外国人材採用ナビセンターを来月開設しますこれは留学生など外国人材の採用に関心を持つ中小企業を支援するために来月四日金曜日四ツ谷に開設される施設です センターでは中小企業の担当者向けに専門のアドバイザーによる外国人材の採用・定着に関する相談、コンサルタントによる伴走型支援、さらにノウハウセミナーやマッチングイベントなどにより外国人材の採用から定着まで受け入れ段階に応じたサポートを行い東京で働きたい外国人材に対しては多言語による就職相談など就職活動の支援を実施するというものです。 利用時間は年末年始を除く平日の午前9時から午後5時です。また開設日の4日午後1時半から4時半までは小池知事のメッセージやオープン記念講演、外国人採用ノウハウ講座のウェブセミナーが開催されます。視聴の申し込みなど詳しくはホームページ東京仕事ガイドをご覧ください。 十一月は都が定める闇金融被害防止強化月間です。都は今月九日月曜日から十五日日曜日まで。埼玉、千葉、神奈川県などと連携し。一都三県闇金融被害防止合同キャンペーンを実施します。期間中には J. R. の社内に啓発ポスターの掲出。闇金融に対する注意喚起のチラシを中小企業に配布。 新橋駅立川駅前の大型ビジョンに注意喚起の動画を放映するなどしますさらに大学生や専門学校生などの若者や高齢者を対象に金融トラブルに巻き込まれないためのセミナーをオーダーメイドで随時実施していますこの出前講座の申し込み方法など詳しくは産業労働局金融部貸金業対策課のホームページをご覧ください 来月渋谷でベビーシッター募集セミナーが開催されますこれは待機児童解消に向け2018年度から取り組んでいるベビーシッター利用支援事業のベビーシッターを広く募集するため開催するものです来月12日土曜日午後1時から5時まで渋谷駅に近い TKP ガーデンシティー渋谷で開かれます 会場ではベビーシッターの仕事や近年のベビーシッターニーズの高まりについてや現役のベビーシッターによる仕事の魅力についての講演ベビーシッター利用支援事業の認定事業者による就職相談会が行われます参加を希望の人は来月9日水曜日までに全国保育サービス協会のホームページからお申し込みください参加費は無料です 託児室の用意がありますが、こちらは事前申し込みが必要で先着順です。なお、参加当日、会場ではマスクを着用するよう呼びかけています。とは、職人塾の塾生を募集しています。職人塾は、若者が優れた職人技を目にし、直接職人から指導を受けることで、ものづくり職種への理解を深めるきっかけとするとともに、技能の継承 後継者の育成にも結びつけていくことを目的とした取り組みです対象となるのは34歳以下で現在仕事に就いていない人や臨時的な職に就いている人です参加費は無料ですが交通費などは実費です今年度は現地見学会とオンライン上での見学会が行われます東京都職業能力開発協会が実施する説明会に予約し参加した上でお申し込みください 説明会は全8回行われ、第1回と2回は今月9日月曜日です。詳しくは協会のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の新たな対応として、都は東京都発熱相談センターを開設しています。寒さが増すこれからの時期に発熱などの症状がある場合、かかりつけ医がいるときはかかりつけ医に相談し、 いない場合は東京都発熱相談センターに相談してください。24時間土日祝日を含む毎日受け付けています。新型コロナウイルス接触確認アプリココアからの通知を受けた方の相談も受け付けています。ここまで東京インフォメーションでした。